スパイダーマン、スパイダーバースは2018年に公開されたアメリカ合衆国の CG アニメ映画作品。マーベルコミックの漫画を原作とするスパイダーマンの映画としては初となるアニメ作品であり、フィル・ロードとクリス・ミラーが制作として携わっている。第91回アカデミー賞長編アニメ映画賞受賞作。ピーター・パーカーを主人公としていた これまでの実写作品とは異なり、本作では、ブライアン・マイケル・ベンディスとサラ・ピシェリが創作したマイルス・モラレスを主人公にしており、複数のスパイダーマンが登場する世界を舞台に描いている。ブルックリンに住む高校生のマイルス・モラレスは、おじのアーロンと高架下でグラフィティをしているとき、突然変異した雲に噛まれ、特殊な能力を得る。マイルスは、駅の地下道で、 ウィルソン・フィスクとグリーン・ゴブリンたちが加速器を使って異次元との扉を開く実験をしているところに居合わせる。スパイダーマンが現れ実験を阻止しようとするが加速器が誤作動し重傷を負う。ピーターはマイルスに小型のメモリースティックを託した後キングピンによって殺害された。ニューヨーク中にスパイダーマンの死を知らせるニュースが広がり後に彼の告別式が開かれる。 マイルスはピーターの意志を継ぎ、スパイダーマンになるため訓練を始めるが、その過程でメモリースティックを壊してしまう。異次元から来た別のピーター・パーカーが現れ、自分の次元に帰るためマイルスに協力することとなる。マイルスが受け取ったメモリースティックは、キングピンの加速器を無力化させることができる装置だったことがわかる。マイルスとピーター・ビー・パーカーは、 スパイダーマンのコスチュームを着て、キングピンの研究施設に潜入し、装置を修理するためのデータを盗み出そうする。二人は、ドクター・オクトパスと施設員らに発見され、追跡されるが、さらに別の次元から来たスパイダー・グウェンに助けられ、危機を脱する。グウェンは二人を、ピーター・パーカーの場面の家に連れて行く。マイルース、ピーター・ビー・パーカーはそこで、フィルムのワール世界のスパイダーマンのワール。 アニメ世界の少女ペニー・パーカー、動物キャラクター世界の小豚型スパイダーマン・スパイダー、ハムたちと出会う。異次元から来たヒーローたちは、全員、マイルスの次元にいることによって、次第に弱っていき、やがては死んでしまうことがわかる。マイルスは彼らを元の次元に送り返すことを決意する。ペニーが装置を修理する間、ピーター・ B ・パーカーは、マイルスの能力をコントロールするため、 彼に指導しようとするが成果が上がらない。マイルスは他のヒーローからの重圧に耐えられなくなり、オジアーロンと会おうとするが、彼の正体がキングピンの手下で、ヴィランのプラウラーであることを知る。この事実に衝撃を受けたマイルスは、メイの家に逃げ帰り、ヒーローたちにオジがキングピンの手下だったことを説明する。そこに、マイルスを尾行してきたキングピン、プラウラー。 ドクター・オクトパス、スコーピオン、トゥームストーンが現れ、ヒーローたちと戦闘になる。この他にもカメオ出演のキャストとして、スパイダーマン原作者のスタンリーや、本作に楽曲提供を行ったアーティストのポスト・マローンも参加している。また、ベンパーカー役で、スパイダーマンで同役を演じたクリフ・ロバートソンがアーカイブ出演している。 本作の制作が発表される発端となったのは2014年11月に起きたソニーピクチャーズエンタテインメントへのハッキング事件である。ウォールストリートジャーナル氏の報じた内容によればこの事件により同社の会長であるエミー・パスカルが社長のダグベルグラードと交わしていたやりとりが記録された E メールが流出し同社がフィル・ロードとクリス・ミラーと共にスパイダーマンを主役にした。 コメディアニメ映画の制作を計画していたことが判明した。ソニーの執行役員は2015年1月のサミットでスパイダーマンのスピンオフ映画に関するディスカッションを行いプロジェクトについて議論する予定であった。2015年4月に開催されたシネマコンでスプ会長のトムロスマンは 新たなスパイダーマンの映画作品の公開日を2018年7月20日にすることに加え、プロデューサーにロード、ミラー、パスカル、アビ、アラット、マット・トルマックの5名を迎えること、ロードとミラーが脚本の本校の執筆に取り掛かっていることを発表した。ロスマンは当初作品についてすでに公開されている実写化作品と世界観を共有するものであると、 語ったが、後に、ソニーは、作品の舞台について、実写化作品での世界とは別に存在する世界である、ことを述べている。2015年12月に、スプは、映画の公開日を、当初の予定より遅い2018年12月21日と、することを発表した。2016年6月までの間に、ロードは脚本を執筆する作業に入り、 ボブ・ペルシケティが監督に就任した。ミラーは映画について、これまでのスパイダーマンの映画作品とは違った印象を与えることになるとしつつ、ユニークな映画鑑賞体験として、独自の地位を得るだろうねと語った。内容については、2017年1月に行われたアニメ映画のプレゼンテーションでのスプの公式発表から、マイルス・モラレスを 主人公とする作品であることが噂されており、ピーター・ラムジーはこの時点で共同監督として作品に参加していた。翌月、アレックス・ハーシュが脚本機構者として作品に加わったことや、クリスティーナ・スタインバーグがトルマックに代わって、プロデューサーに就任したことが明らかとなった。ロードとミラーは12月、ブラジル・サンパウロで開催されたコミコンで、ティーザー映像を公開。 作品の題名をスパイダーマン、イントゥザ・スパイダーバースとし、複数のスパイダーマンが本作に登場することを発表した。また、ロドニー・ロスマンが共同監督として本作に加わった。本作の脚本は、ロードとロスマンが執筆を担当した。監督のペルシケッティによれば、本作を制作するにあたり最初に行ったのは、すでにいくつものスパイダーマン映画が公開されている。 中で本作を作る理由を考えることだったと語っており、これまで長編映画では主役とされていなかったマイルス・モラレスによる新たなスパイダーマンのストーリーを作ることで決定された。マイルスの生みの親である原作者のブライアン・マイケル・ベンディスは本作のストーリー開発にあたり助言を行っている。2018年8月、アメリカ映画情報サイトコライダーによるペルシケッティ、ラムジー、 ロスマンら3人へのインタビューによれば当初本作はアニマティック映像とストーリーボードだけで2時間を超える長さがあった。これはロードとミラーが作品で扱うことのできるものをもとに映画を作るという手法をとっており最初の段階で可能な限り多くの要素が加えられたためであった。彼らは同インタビューで本作の上映時間は最終的に アニメ映画の標準の長さである90分に収まるだろうと述べているほか、エンドクレジット後のシーンをどうするか考えていることを明かした。2017年4月、シャメイクムーアが主人公、マイルス・モラレスの役で本作に参加することが決定し、リーブ・シュレイバーが不特定の悪役として共演することが発表された。6月には、マハーシャラ・アリとブライアン・タイリー・ヘンリーが、 マイルスの親族であるアーロン・デイビスとジェファーソン・デイビスの役でそれぞれ参加することが発表された。12月にはオリジナルのスパイダーマンであるピーター・パーカーが本作ではマイルスの助言者として登場することが明らかとなり2018年4月にジェイク・ジョンソンが役を務めることが発表された。同月、グリーン・ゴブリン、キングピン、プラウラーといった悪役たちが漫画シリーズ アルティメット・マーベルでの姿を元にしたキャラクターデザインで登場することが発表された。6月にはキャスト陣がすべて発表され、シュレーバーはキングピンの役を演じることが明らかとなった。また、ヘイリー・スタインフェルドがグウェン・ステーシー、ローレン・ベレスがマイルス・モラレスの母親リオ・モラレス、リリー・ト・ムリンがピーター・パーカーの叔母メイ・パーカーを演じることが発表された。 7月には追加キャストとして、ニコラス・ケイジが、スパイダーマンのワール、ジョン・ム・レーニーが、スパイダーハム、キミ・コグレンが、ペニー・パーカーの役で出演することが発表された。11月には、クリス・パインが、マイルスの世界のスパイダーマン、オスカー・アイザックが、スパイダーマン2099の役で出演することが発表された。ロードとミラーは、 可能な限り多様なコミックのキャラクターを登場させることを念頭にマーベルウィーキで行われた調査の結果と自分たちが読んだコミックの中から選んだと述べている。本作のサウンドトラックは全13曲構成。ヒップホップを主軸にしたテイストのトラックが集められており、ニッキー・ミナージュやジェイデン・スミスのようなプラチナ認定をされているアーティストからポストマローンスウェーリー。 リル・ウェインタイダラー・サインといった旬アーティストによるコラボなど、ヒップホップシーンを幅広く包括した豪華アルバムだと評され、サウンドトラック単体でも大きな話題を呼んだ。特に主題歌、サンフラワーは最も印象的なトラックだと言われ、全米ビルボードチャートでも1位を獲得。同楽曲を歌ったポスト・マローンが同作品で亀名を出演を果たしていることも話題となった。 ロードとミラーは本作にコミックの中を歩いているかのような雰囲気を求めており、実写ではできない手法でストーリーを伝えることを目指していた。ペルシケッティもこの考えに賛同しており、彼は EOQ のインタビューに対し、コミックでの表現を映画のスクリーンに落とし込むというアイデアをもとに制作を始めたと語っている。当初は60名のチームが制作に携わっていたが、 納期に間に合わせるべく142名にまで増員され、最終的なスタッフ総数は180名以上となった。本作は手書き風の CG アニメーションで制作され、線画、絵画、ドット、その他あらゆるコミックのテクニックと組み合わさった生き体として表現されたという。コミックのようなルックを実現するため、映像は CG でレンダリングされた後手書きで仕上げを、 施すという手法が取られた。作画に関しては2コマ打ちで行われ、スローモーションとなるシーンでは3コマ打ちで制作された。また、絵としての見栄えを良くするため通常では、光の当たらない箇所に色塗りを施す作業や、モーションブラーをすべて手書きで付け加える作業も行われ、こうした制作手法により、最初の10秒間を仕上げるのに約1年の期間が費やされたという。 ロードはこの手法を全く革命的なアニメーションと称し、ソニー独自のアニメーションスタイルをコミックアーティストの画風と組み合わせたものと説明している。本作で開発されたアニメーションのプロセス及び技術は2018年12月、米国特許商標庁に特許申請されている。各キャラクターのデザインに関しては様々なコミックのスタイルが取り入れられている。実例として、 スパイダーグウェエンは彼女を主役にしたコミックの画風を元にスパイダーマンのワールは白黒のカラースキームでスパイダーハムは可能な限りカートゥーン調にそれぞれデザインされている。なお本作はアナモルフィックフォーマットで制作されている。本作の公開日はアメリカ合衆国では当初2018年7月20日とされ、後に同年の12月21日に改められたものの 2018年1月現在では12月14日となっている。ロッテントマトズでは、スパイダーマン、スパイダーバースは344件のレビュー中97%で、肯定的な評価を受け、平均値は8.7、10を記録している。本作は、トム・ホランド、クリス・プラット、パットン・オズワルト、ケビン・スミス、ムーンナイトの監督バリー・ジェンキンス、ライアン・ジョンソン、 ケイティペリー、ギレルモデルトロ、大阪ナ海ミなどからも賛辞を受けた。2019年3月8日に公開された日本では、ピア映画初日満足度ランキングで1位を獲得した。スパイダーマン、スパイダーバースは、第91回アカデミー賞長編アニメ映画賞、第76回ゴールデングローブ賞アニメ映画賞、第24回放送映画批評家協会賞アニメ映画賞を受賞し、 それら以外にも多くの賞とノミネートを獲得した。アカデミー長編アニメ賞を、ウォルトディズニー・スタジオ・モーション・ピクチャーズ以外の配給映画が受賞したのはランゴ以来7年ぶりであり、ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメント配給映画が受賞したのは初であった。ありがとうございます。